そこにお母さんが。そうだ、やっと会えるな。おじさん、私なんて呼べばいいんだろう。弓お姉ちゃんって呼ぶのか。お母さんでいいんだ、ハルカ。隠れてろ、ハルカ。こそこそしねえで出てきやがれ。急ぎましょう、伊達さん。須藤、お前。時間がないです、早く。須藤、お前、こんなことして大丈夫なのか。横浜で伊達さんに言われて気になったんです。それで自分で神宮を内定してみたら、神宮が世良とつながっていることが分かりました。あの100億は神宮の金だったんです。そりゃ分かってる。ですが私にはもっと別の裏があるように思えるんです。神宮はあの金を取り返して何に使うのか。神宮の本当の目的か。はい、別の組織とつながっているのかもしれない。東城会と MIA、 それ以外の組織の影を感じるんです。刑事の勘ってやつか。ええ、まあ私も伊達さんの弟子ですから。私たちも自分の目で確かめに行きましょう。あるか。うん、分かってる。はるか、お母さん、お母さんなんだよね。はるか、ごめんね。辛い思いさせてごめんね。お母さん、私ね、お母さんね、本当はあなたと一緒にいたかった。でもね、自分がお母さんだって言うことができなかったの。いいよお母さん、分かってるから。私嬉しいよ。おじさん、よかったな、はるか。お帰りなさい、カズマ。遅くなって悪かったな、ユミ。なんだ。きっと彼が来たのよ、奪われたものを取り返しに。
久しぶりじゃないか、ユミ。それにハルカ。お前が、ジング。こうして会うのは初めてだね、キリュウ・カズマ君。はじめましてと言うべきか、さようならと言うべきか。君には苦労させられたよ。100億を取り返しに来たのね。ああ、そうだ。当然の話さ。それはもともと私の金だからね。それに他にもいろいろ処分しに来たのさ。何？はるか！カズマ！おじさん！ジング、お前。ふん、バカな男だ。まあヤクザなど皆こんなものか。お前、どうして自分の娘を撃てるんだ。仕方ないことさ。その子供は私にとって邪魔者でしかない。私の今後、いや、この国の今後のためには必要のないものなのだよ。自分が愛した女とできた子、どうしてそんな簡単に。カズマ、この人にはそんなこと言っても無駄よ。この人の頭の中にはそんな感情はないの。自分が出世することしか考えてない。何を分かったようなことを言ってるんだ。私に捨てられた女に何が分かると言うんだ。知ったような口を叩くんじゃない。私には分かるわ。どうして世良さんがあなたを裏切ったか。あなたは国のため、政治のためと言って全てを切り捨てて生きている。でもね、それは全部言い訳。結局は自分がのし上がるための理由でしかない。そんな信念はすぐに嘘と分かってしまう。ふざけるな。お前やセラごときに私の何が分かるというの。ユミ、あなたには何を言っても無駄ね。自分が恥ずかしくないの。ずいぶんな言いようじゃないか。でももうそんなことはどうでもいい。ここでお前らは終わりなんだからな。そうかな。まだ終わってへんのちゃうか。寺だ。これで力は五分五分や。風間さんの意志はまだ生きとるんやで。なんやねん。これだから頭のない極道は困る。やる。どういうことや、お前ら。あなたまさか。そうだよ。私は登場会から近江連合に鞍替えしたんだ。バックの組織をな。なんだと。私は着々と進めていたんだ。登場会を捨てて近江連合と協力関係を築く計画をね。そんな話俺は知らんぞ。当たり前だ。お前は近江連合の五代目に踊らされていただけなんだからな。もう一年前から話は進んでいたんだよ、五代目と私の間でね。私は、セラが私を裏切ることは分かっていた。彼は融通の利かない男だったからね。理想を求め、ずっと私を支援してきてくれたが、結局は現実の前にくじけたんだ。現実だと。ああ、そうだ。君らに政治の話をしても分からないだろうが、国を動かすには金と力が必要なのだよ。私にとって彼はその力だった。だが彼は変な信念のために私の理想から離れていったのだ。数年前、殺してくれたと思っていたユミが生きているということを知った私は、セラ、いや、登場会を捨てる腹積もりでいたんだよ。それでお前は近江連合にすり寄った。そうだ。私は近江連合に話を持ちかけた。近江連合としては私の政治力は魅力だ。政治と裏社会、この二つを牛耳ることができたら日本を操ることなど造作もないことだからな。もしかしてこの100億は。ああ、近江へと渡る。私としては登場会も潰れてくれて、まさに一石二鳥というわけだ。じゃあ錦も踊らされてたっていうのか。そうだよ。
彼に100億の話を吹き込んだのは私だ。出世欲に取り憑かれた若造に餌を見せて動かしただけだ。彼は見事にその役目を果たしてくれた。セラノを暗殺から内部抗争までね。そしてさらに嬉しい誤算があった。君だ。君が現れてくれたおかげで登場会は崩壊寸前だ。本当にお礼を言いたい気分だよ。チング、貴様悔しいだろう。だがな、もう遅い。私は近江連合と手を組み日本国のトップに立つ。近江連合は裏社会を統一し、その全ての力を私が得る。私の理想が叶うのだ。そんなことはさせないわ。何を言っている。動くな。何。指。もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。私は100億をあなたには渡さない。一緒に爆発してこの世から消すわ。何をバカなことを言ってるんだ。そんなことをして何のメリットがあるというんだ。何にも分かってないのはあなたね。人間はそんな損得感情だけじゃ動かない。もっと熱い、もっと強い気持ちがあって初めて動くものなの。昔のあなたにはそんな気持ちがあった。だけど権力を持つことや出世することにあなたは溺れたの。何を今さら。何を言ってるんだ。カズマ、ハルカをこっちに。これで弓とハルカには手出しできねえな、ジングなあジング、セラ会長はな、あんたが何を考えているかなんてお見通しだったんだよ。何。会長はあんたに気づいてほしかったんだ。昔の強い信念があった時のあんた自身を。だから自分の命を危険にさらしてまで100億を盗んだ。あんたから取り上げようとしたんだ。バカな。何を根拠にそんなことを。風間さん、食べます。セラ、お前これ名前が入ってねえじゃねえか。風間さん、俺は本来登場会仕切る器じゃありません。金儲けしかできねえヤクザです。跡目は風間さんが決めてください。登場会を、極道の未来を託せる男。遺言状だと。ああ、あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ内部分裂を画策したんだろうが、本当にあったんだよ。会長とおやつさんが命がけで残したんだ。うるさい。セラめ、この後に及んで私を舐めるような真似をしよって。そんなもん今となってはただの紙切れだ。俺が死ねばなあ。だがそうはさせねえ。俺は風間のおやつさんや世良会長が残してくれたもんを守る。俺は登場会四代目桐生一馬だ。さすが、一人でよくもそこまで頑張れるものだな。何人でも相手になるぜ無理をするな。もう息も絶え絶えではないか。神宮教兵、今4課が逮捕状を請求した。
総収賄、銃刀法違反、殺人教唆、お前はもう終わりだ。証拠は何もない、当たりだ。やめろ。ダメだ、伊達さん、ここじゃ町に墜落する。くそ、伊達さん。こうなった以上、全員死んでもらうほかない。覚悟はいいね。山くん、終わったか。これでようやく落ち着けるな。錦、なんだそれ、爆弾か。ユミ、バカなことはやめろ。ダメよ、100億はあなたに渡さない。ユミ、お前そんなに俺のことが憎いのか。まあそうだろうな、当然の話か。錦、お前まだ諦めていないのか。当たり前だ。俺はどんな犠牲を払っても登場会の後目になる。なあ錦、それは無理だ。お前神宮に踊らされていたんだ。神宮の本当の目的はな。なことは分かってる。分かってたんだよ俺は。え、どういうこと。言ったろ桐生、俺は10年前、お前を裏切ったあの日から誰も信用しちゃいねえってな。神宮が俺に話を持ってきた時から信用しちゃいなかったんだ。じゃあお前は全てを知ってた。ああそうだ、俺は負けたくなかったんだよ。俺はお前に負けたくなかったんだよ桐生。俺はユミを愛してる。だがユミは一度も俺を振り向いてはくれなかった。ユミの中にはお前しかいなかった。10年前の事件の後、俺の目の前からお前という存在が消えた。その時俺は決意したんだ、運命を変えるためにどんな犠牲も払うってな。その犠牲が親さんやレイナだったっていうのか。そうだ、俺は100億を手に入れ登場会を継ぐ。そしてお前から弓を奪い返す。それで初めて俺の運命が変えられるんだ。錦山君、やっぱり分かってない。何、そんなことして何になるの。そうやって変えた運命じゃ幸せになんてなれない。あなたは自分に都合の悪いことから逃げてるだけ。本当に運命を変えたいなら辛いことも全て受け止めて、それでも逃げないで立ち向かうことなんじゃないの。カズマやハルカのように。うるさい、どうしてお前は俺を認めてくれないんだ。ニシキ、なんだ。俺にはお前の苦しさがわかる。俺は一番大切にしていたお前たちを失った。もう戻ろうと思っても10年前に戻ることはできねえ。もうその運命から逃げることはできねえ。だから決着をつけよう。なあ、決着をつけよう、俺たちの戦いに。
昔のあの人じゃあのつもりです。何でもするからさ。自分の目で確かめる人が必ずてっぺんに立った。今更だがお前とはもう一度一緒にやりたくなる。もっと来いよ。なんだそのパンチは。キリュウ行こうぜ。意識ユミ、これは。ごめんね。私、あなたのことずっと忘れられなかったの。記憶を取り戻した後も、こうしてあなたのことを。私、弱い女だった。記憶を失ってからも、本当はあなたのことだけは、うっすらと覚えていたの。名前は思い出せない。でも、あなたの笑顔や仕草が浮かんでいた。でも誰だかわからない。すべてを思い出せない。そんなあなたのことを待ち続けることができなかった。だから神宮のことを。でもね、遥は何もかも失った私にとってたった一つの宝物だった。だから遥とお別れに行った時、思わずこのペンダントをあげてしまったの。私の一番大切なものを持っていてほしかったから。遥、私のせいで怖い思いさせてごめんね。カズマ、私まだやらなきゃいけないことがあるの。金はあってはならない。だからもう消そうと思うの。ユミ、どう
ました。何もできまい。お前らはこれで終わりだ。錦。こんな奴に好きにさせて。たまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせろ。やめろ、やめるんだ、錦。ユミ、しっかりしろ。お母さん、ごめんね、ハルカ。やっとお母さんって言ってもらえたのに。ユミ、10年前、いや、それよりずっと前から言えなくてすまなかった。好きだった、お前のことが。これあなたが持っていてくれたの。シンジのやつが死ぬ前に錦から奪い返したんだ。よかった、また帰ってきた。あなたが私にくれたたった一つのプレゼントだもんね。 ありがとうね。私、結局全てから逃げてたのかもしれない。あなたからも錦山くんからも。でもね、私後悔はないの。あなたを忘れないためにまた記憶がなくなってしまっても思い出せるようにって、この入れ墨を入れたの。月下美人、一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。お母さん。はるか、いい？どんなことがあっても逃げちゃダメ。逃げたら私みたいに幸せ逃がしちゃうから。いい？絶対に逃げちゃダメ。このまま手を挙げろ。桐生カズマだな。おい、やめろ。しかし、事情は後で話す。お前ら銃を下げろ。
キリュウ、お前は悪くねえ。だがこの山で逮捕されたらもうシャバに出れん。俺についてこい。もういいんだ、伊達さん。ユミも錦も風間のおやっさんももうみんないない。だから人思いに逮捕してくれ。ふざけるな。お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。かけがえのない。そうだ、お前が無所に行けばこの子はまた一人だ。お前それでもいいのか。伊達さん、来やがったな。おい、キリュウ、こっちだ。じゃあ、お前らしっかりやれよ。行くぜ。頼む。ちゃんと終わったのかよ、襲名式と引退式は。ああ、義理は果たしたつもりだ。しかし聞いたことねえよな、組長の襲名披露と引退式が同時なんてよ。で、五代目は誰にしたんだ。まあ世良会長やおやっさんに恥ずかしくねえやつにしたよ。うん、誰なんだ。まあ意外なやつだよ。おい、元会長つけられてるぞ。え？おい、もしかしてあいつが五代目なのか。ああ、やつならきっちり登場会を立て直すさ。じゃあ行くぜ。ああ、もう戻ってこないのか。さあな、また伊達さんから呼ばれることがあれば来るかもしれないぜ。そうか、だが残念ながらそれはないと思うぜ。俺はしばらくさやと暮らしてみるよ。今までになかった家庭ってのを楽しんでみるさ。おう、じゃあなおさら俺がいない方がいいな。もう胃が痛い毎日とはおさらばだよ。じゃあな、もう警察の世話になんじゃねえぞ。大丈夫だ、あいつと一緒なんだからな。そうだな。ああ、I'm not afraid to die.
すまない、またしまったな。ううん、この子と遊んでたから。私、もう行かなくちゃ。元気でね。連れてくか。ううん、ここにいればこの子はお母さんと会えるかもしれないから。そうね、ゆうちゃんがいい子にしてたらきっと来てくれるわ。じゃあ私いい子にする。毎晩お母さんの肩叩いてあげるから。あら、ほんと嬉しいわ。それじゃ早くお家に帰ってサンタさんを迎える準備しないとね。おじさん、おじさんは何歳までサンタさん信じてた？え？いや、いくつだっけな。信じてたんだ。悪かったな。